行ってこい、城之内くん。ダークメガフレア。実況シアルブラザーズ、この後すぐ。うん、サタンの部屋。話せ。よ、今日の夜会は城之内さん対でエスカトロジー挑むってやつだぜ。城之内くん、また力を貸してもらおうぜ。準備はいいか。ああ、いつでも OK だぜ。マジックカード融合発動。融合、力が湧いてくるぜ。デュエル、城之内くんを特殊召喚。ちょっといいとこ申し訳ねえんだが、このイーディオコラボの編集がクソ大変すぎてよ。ああ、知ってるぜ。いや、さすが遊戯さんだぜ。よくわかってんじゃねえか。つうわけで申し訳ねえんだがよ、あんまり派手なアクションとか喋りすぎないでいてほしいんだ。それなりの配慮はするつもりでいるぜ。ああ、本当に申し訳ねえぜ。そんじゃこっから俺が城之内ちゃ、あ、おい、モンスターカード。この人全然話聞いてねえじゃねえか。城之内くんで攻撃。ああ、ちょっと気を取り直して、今から城之内のこと解説をやっていくぜ。反射攻撃ドラゴン、アビリティ飛行アンチグラビティバリア。なんか最近アンチグラビティバリア、これまあアンチ重力バリアのことなんだけど、 AGB って書いてあるからちょっと英語で言ってるぜ。ゲイショット、アンチブロック、ロボットキラー、ラックスキル、クリティカル、 SS 貫通化、あの近くの敵に黒煙弾を放つ、20ターンで友情、調教ブレス57,385、 HP22,020、 アタック22,615、スピード 313.03 って感じなんだが、まあ、今回強いのがよ、このまあ砲撃型の長距離ブレスで雑魚処理もまあまあできるぜ、ボスにもダメージが入るぜってところと、この貫通化 SS がよ、ボスに結構ダメージが入るんだよ。ラストエリアとかよ、坂本の SS で雑魚処理終わったら SS2 発くらいで終わるんじゃねえのか。下手したらよ、一発かもしれない。で、クリティカルもすげえいいところだぜ。まあ何気にSS で雑魚処理もできるから、そこら辺もいいよな。残念なことにロボットキラーは活かせねえが、まあそれは全然問題ないぜ。で、今回狙ったわけじゃなくてよ、たまたま 1P の城之内にはあの防御ダウンがついてるぜ、紋章がよ。そんじゃあボス戦やっていこうぜ。で、まずはよ、ちょっと弱らしとくか。こいつらよ、名前忘れたぜ。ヘビに乗ったガールたちよ、よ。ブラックマジシャンガール。いや、違うから、そういう、そっちないよ。さあ、ちょっと角度が難しいなよ。ああ、左がもっとダメージ出てくれたらよかったんだがよ。さあ、どう打ったもんか。 SS 斜めでボコボコにしていっか。いけ、ダークメガフレア。よし、いいじゃねえか。最後にようもう一回打てたらいい話だろ。そっちにかもしれません。ダウンしてねえとダメージは全然入らないぜ。で、ここ弱点あたり狙うとよ、入れるぜ。で、ウィンドで吸収された場合をここ離れるぜ。まあ弱点が左に来てくれたらすげえ嬉しいんだが、そんな都合のいいことはねえよな。ちょっとブレスのダメージも見てみてえからよ、打ち返ます。うん、すげえまあまあだぜ。さあ、また入ろうぜ。オッケー、出てくんなって、仲良く二人出てくんなって。めちゃくちゃ怒ったじゃねえか。城之内くん、次のあの 1P でダメージ弱点すげえラッキーじゃねえか。オラ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 、レーザーは食らわねえぜ。よっしゃ、
縦金を握って弱点ボコボコだぜ。さあバトル2、バトル2つかボス戦に。おいおいおい、場所的によこいつら。確かによこいつらは普段よりダメージ通る、まあ体力は低い気がするんだが、理想としてはよ、斜めで切った後ブーツ履いてまた帰ってきて全員一回ずつ切るってパターンだが、これは結構難しいな。いっか、あー一体ずれた、あいた当たって、おい結構ブレス効いたぞ今。ブレス結構ダメージ出るじゃねえか。さっぱりは上がらねえぞ。縦勘でいって倒すしかねえよな。お、やったぜ。完璧すぎるぜ。やるな、ただ。そんで次はこの神竜か、ちょっと名前忘れたかよ。よし、いや残ってるし、あんなにダメージ残るのかよ、あいつは結構強いじゃん。でいい感じにゲージ切らねえように調整したら、その後ズバッてダメージ出して削っていこうじゃねえか。3匹のようブレスが響くぜ。さらに坂本ちゃんでよ、弱点ズバズバついてダメージ出してやろうじゃねえか。いやちょっと待てよ、位置がちょっと、あ、次の位置考えてよ、よくね、これはちょっとこうするぜ。あの理由があってよ、あの 2P と 4P がよ、次ゲージ切った場合縦レーザーのやべえ位置に行くから、それだけは避けてと思ってよ。で今こいつ 4P で行くとよ、 2P がまたやべえじゃねえか。ちょっとずらすぜ、あの下の 2P のよ城之内くんを左にずらさねえとダウンしてやべえレーザー食らっちまうからよ。よ、すげえいいダメージじゃねえか。見とけよこいつ、左行くからこんな感じだ。さすがにはまれてたこっち。よし、あー、でもよ、すげえダメージだぜ。うわ、あ、つうかこんな感じで引き寄せられってよ、ブレス効くじゃないか。うわ、でもいいんだぜ、なるべくよスキル貯めていいからよ。まだよ、このターンは余裕があるぜ。あいつを倒しんか、ギリ倒せねえ感じがあるか。うわ、めっちゃ切ってくれたし、なるべくよ早い段階で坂本打ちてえからよ、時間稼ぎてえんだが、どうなるこのダメージ。よし、うわっ、城之内くん、さすがによ、もう突破した方がいいよな。オッケー、そんじゃよ、次は 2P の城之内くんねよ、下はまって、あの名前知らねえガールどもよ、ブラックマジさんガール。いや、そのガールじゃねえんだって。ちょっと待って、これあのエスカトロジーに派手る可能性があるよな、これギリラインじゃねえか。行くが、ちょっとこれすげえ心配だぜ。よし、オッケー、完璧すぎるぜ。危ねえ危ねえ、ほんと危ねえぞ。いいショットだぜサタン。サンキューユウキさん、一直線でよ、皆さんに当たるっから、維新回転ドラゴンスピリット。城之内のいいとこっつうのはよ、スワビで重力バリアがついてるとこだよな。ちょっとなんかあと2体いるしよ、雑魚処理のために使っとっけ。ダークベガフレア、おお、
なかなかのダメージじゃねえか。そんじゃあ次はよ、いい感じに盾であるじゃねえか。弱点かよ、ボコボコについてやるぜ。行ってこい、城之内くん。ダークベガフレア。いや、すげえダメージだぜ。つーか、そっち打つ。いや、でもボスにも入った。この後よ、この後が怖えんだ。この後がよ。サタン、これが最後だ。本気で行くぜ。いや、そうだぜ。こっからは、俺たちの傑作の力、見せてやろうぜ。さあ、最後に一緒に頼むぜ。届けるぜ。地獄を支配した、極上のトーナー。あぶねえ。いつもよ、SS ぶちかまして、このターン、こうやって移動した後よ、急に3体、バーッと食らったりしてよ、負けることがあっから。正直、エスコトロジー、ここが一番難しいんじゃないか。ここ負けるか。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。城之内くん、城之内くん、城之内くん、城之内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 くん、話せ。ドロー！ブラックマジック遊戯王デュエルモンスターズ！この後すぐ！